嫌なこととかもうしんどい夜が続くときは、これは次にいいことがあるためのふりだと。水も喉乾いてるときの方が美味しいじゃないですか、ね、いつでも水飲める状況よりも水飲めないときに飲んだ水が美味しいみたいなと一緒で、まあ、しんどいことがあったらその後必ずなんかどっかで楽しさが倍増するような面白いこと楽しいことがあるんだっていうふうに信じるようにしてるんで、皆さんもねぜひそういう大変な時があったら、旨味の部分もね、その後にある旨味の部分も取りこぼさないようにしてもらいたいなというふうに。